長谷川新作、靴掛け時次郎、三幕十番、朗読その第七回、大詰め第一話、同じ宿の安泊まり。奥に位置する汚い座敷、狭き廊下を隔てて安泊まりの主人の部屋がある。空き地に似た粗雑な庭より、それらを見たる庭、庭にある一株の桜は花が少しほころびかけている。一方の座敷にお絹が布団の上に座って、やがて生まれる子のために自分の斑点をほどき産着代わりに縫っている。安泊まりの女房おろくが安産のお守りを柱に貼り付けている。おろく、こうやっておけば安産は受け合いだ。どのつもりでいい子供を産むのだよ。何お前、初産ではなし。二度目だからきっとお産は軽いだろう。おきぬ、ありがとうございます。いろいろお世話になるばかりで。すみません、屋根代もだいぶ借りになっていて。おろく、そんなことを産婦が気にすることがあるものか。屋根代の心配は女房の役じゃない亭主の役だというところだが、あいにくと時さんは亭主じゃなかったっけね。おきぬ、おかみさん、時さんと私が夫婦ならなんですけど、去年の秋下総を出てから今まで旅から旅を一緒に歩いてはきましたが、どうという仲ではなし。それなのにああやって私たち親子のために身を落として面倒を見てくれるのですもの。考えるといっそ私たちが死んでしまった方が、時さんには肩抜けだと思うこともたびたびですが、かわいい太郎吉が不憫だし、死んだ亭主の種を闇から闇へやるのも情けないし、すまないすまないと思いながら時さんにばかり苦労をかけています。六、今時には珍しい男さ。おきぬさん、気が弱くっちゃいけないよ。女房でもなし色でもない女を、子供ぐるみにあんなにむきになって世話する時さんの親切に対してだって弱い気を出しちゃすまないよ。そりゃ赤ん坊のものだね。きぬ、私のものを解いてこしらえました。口を言っちゃすまないけど、こんなものが赤ちゃんの産着なんです。おろく、こりゃ冬中お前が着ていた斑点だったね。きぬ、桜の花が咲きかけました。もう斑点でもありませんからね。涙を隠して縫い続ける。太郎吉、廊下の奥よりかけてきて座敷へ飛び込み障子を押さえる。おきぬ、太郎吉、どうしたんだい。六、喧嘩でもして逃げてきたのか。太郎吉、おっかちゃん、悪いやつが来たよ。お六、泥棒が入ったのかい。太郎吉、下房の家へ刀を抜いてきたやつね。あいつらが二人とも来やがったよ。障子の破れから覗き、まだ立ってやがるよ。お六、なんだ、真っ平目だというのに刀を抜いて暴れ込んできやがったのかい。どこのどいつが喧嘩の資料を持ち込んだんだろう。与吉、おばあちゃん行って追っ払っておくれよ。おろく、ほい来た、安泊まりのかかあだよ。おきぬさん、心配をしてない。喧嘩や刃物には慣れっこだ。おきぬ、おかみさん、私たちのことは構いませんが、時さんのことだけは黙っていてあげてください。おろく、はあ、いいとも。客のことをいちいち喋らせられてたまるものか。安心しておいで。廊下へ出る。きぬ、こっちへおいで。なに、大丈夫だよ。怯えながら太郎吉を呼び寄せかばって座る。おろく、廊下の奥を覗き、そこに立ってるのは人間か防空か、薄気味のよくない人たちだ。トマヤ、ずかずかと出てきて、ばあさん、今子供がここに入ったな。
6。知らないね。お前さん方は何だね。止めてくれというのかい。お客様かい。大野木、廊下の奥から出て。へん、助けておくれよ、ばあさん。俺たちはまだこんなところへ泊まるほど焦げちゃいねえ。お六、客じゃねえのか。客でもねえものがずかずか入ってきてなんだい。出て行きな。とまや、ばあばあ、ぐずぐず言うね。俺を誰だと思ってやがる。おでん親分のところへ助っ人に来た下総の住人、とまやの半太郎だ。お六、大きなことを言うない。商店親分のところへ来たといや、この間中からもつれてる喧嘩に腕貸しに来た博打打ちだろう。大野木、ばあさん、なりを見ても知れそうなもんだ。お六、博打打ちを自慢そうに何を言いやがるんだい。うちで知ってる人なんざもっとあれっきとした博打打ちだったらしいが、お首にもそんなところは出さねえぞ。おやおや、この人たちは土足で上がりやがって、まあ呆れ返った。人様のうちへ土足で踏ん込むやつがあるかい。商店親分のところに来ている半太郎と言ったな。おめえの名は何て言うんだい。大野木、向こう行きのあればあさんだ。僕、名前はないのかい。お前、帰るからいいじゃねえか。大野木、これでなくっちゃ安泊まりの女房は務まるめ。笑って出て行く。六、大きなお世話だ。てめっちの世話にはならねえ。塩花巻いてやるぞ。後ろから追うようにして行く。太郎吉、障子を開けて覗き。おっかちゃん、行っちゃったよ。おきぬ、はあ、よかった。太郎吉、おじさんがいるといいのにな。あいつら切られちまう。おきぬ、いなくってちょうどよかった。いたらどんなことになったか分かりやしない。時次郎、途方に暮れつつ、裏から入ってくる。急に気を取り直し、廊下へ上がり、障子を開ける。太郎吉、おじさん。時次郎、はいよ。おきぬさん、まだ大丈夫らしいね。おきぬ、ええ、まだ四五日は。時次郎、しけたことを言うようだが、五六日後になってくれればありがてえ。このうちにはなんとか都合がつく。おや、そりゃ産着かねえ。おきぬ、ええ、ほんの肩ばかり、みっともないなぞ言っていられませんからね。時次郎、ため息をつく。太郎吉、おじさん、もう少し早く来ればいいのに。時次郎、そうかい。おじさんはちっと用があってうろついていたんだ。太郎吉、下総のうちへ刀を抜いて来やがったやつが今来たよ。時次郎、え？おきぬに、誰が来たんでござんす？おきぬ、私は見ませんでしたけれど、苫屋の半太郎に大野木の百助の声らしゅうございました。時次郎、え？あいつらが。安泊まりの主人、安兵衛、外から帰ってきて廊下へ出てくる。時さんはここかな。時次郎、ええ、ここにおりやす。安兵衛、今お前の部屋を覗いたところさ、大け口があるんだがどうだね。ちっと荒っぽすぎる仕事だがね。時次郎、銭にさえなれば骨惜しみはしませんよ。仕事というのは何でござんす。安兵衛、うん、その仕事か。おきぬに気兼ねして、どうだい時さん、おいらの御殿へ来ねえか。渋茶でも飲ませよう。それから話そう。時次郎、へえ、今すぐ伺いますですが、日当はさもしいようだが、何分この低たらくなので三文だって余計欲しゅうござんすからね。安兵衛、これだ。指を一本出す。昼夜十二時ぶっこ抜きだよ。時次郎、ありがてえ、一部に貼り付けるか。安兵衛、違う違う、一部じゃねえ。時次郎、
やや落胆して。一種かね。安兵衛。違う違う、一種じゃねえ、一両だ。たまげたか。時次郎。うん、一両とはたまげた。おきぬ。昼夜ぶっこ抜きにしても一両とはどんな仕事なんでしょう。少し心配だね。安兵衛。そりゃあね、心平は心平な仕事さ。出なくて一両なんて出すわけがねえ。おきぬ。どんな仕事でしょうか、聞かせてくださいませんか。安兵衛言いかねる。時次郎。仕事はあっしがするのだ。三夫さんは黙って養生してるもんですぜ。なあおきぬさん、元の都政へ戻りさえすりゃ、うぬに銭金はビタ一文なくても食う寝るには困らねえ。だが三蔵殿のあの手を見るにつけ、ヤクザ都政がふるふる嫌になったというおめえの了見は俺にもかなりピンときたから、生まれ故郷のお言い訳をおめえの糸で流しの稼ぎだ。それも今じゃできなくなってみれば、ヤクザの道じゃ一発のつもりでもすっかたぎの道にかけちゃ取り柄のねえあっしだ。子供相手のおもちゃ売り、かすかな儲けで三人の口を濡らしたり干したり、からいじのねえ今だ。一両の日当と聞いては飛び立つばかりだ。仕事はなんだか知らねえが、あっしも男一匹さ。やってみるから安心しなさるがいい。タロボー、おじさんが一両儲けたらうめえものを食わせるぞ。生まれる赤ちゃんにももめんながら新しいのを産着に買おう。おきぬ。すみません。泣く。議次郎。ああ、泣いちゃいけねえ。泣かせるとて言ったんじゃねえ。あっしは勢いをつけるつもりで言ったんだ。安兵衛黙って障子を閉め、自分の部屋へ行く。時次郎。一両ありゃお質屋にたいというわけにもいくめえが、お頭付きで祝えるよ。じゃあおきぬさん、あっしは一両の口を決めてくる。犬。どうぞ何分お願いいたします。太郎吉、お前おじさんにお辞儀をするんだよ。太郎吉。おじさん頼むよ。いいってことよ。時次郎廊下へ出る。おろく廊下の奥から出てきて。時さん、お父さんが儲け口があると言ってたが聞いたかい。ええ、これから伺ってよく聞かしてもらうところです。そうかい。時さん、ヤクザの足を洗うだけあってお前はなかなか関心だよ。それにつけてもさっきのやつらは人間だかぼっくいだかわけがわからない。いっそぼっくいの方が口をきかないだけにずっとマシだ。なんかでまた腹を立ててますね。時次郎おろくの後につき安兵衛の部屋へ入る。ただいまの一両の口をぜひともお世話なすってくださいまし。何しろ赤ん坊が生まれる矢先でござんすから。へい。安兵衛十面を作りタバコを食いらせていたが。それがな、時さん、ダメなんだ。ダメ？ダメじゃ困るね。どうしてダメなんでござんす？先方から断ってきたんでござんすか？おろくお茶を入れながら。おや、変な風向きになったね。安兵衛。困りになぞ来るものか。向こうじゃ当てにしてるぐらいのもんだ。議次郎。じゃあいいでござんしょう。あっしは生きてえのだ。一両の金が喉から手が出るほど欲しいんだ。だがいけないよ。ダメだ。なんでいけねえ。ダメでござんす。ヤクザ都政がふるふるおめえは嫌になった人だろう。だからダメさ。え？一両の口というのはおめえにもいっぺんヤクザになれという話なのだったよ。元の博打打ちになれ一両やろうというのでござんすか。昼夜かけて十二時限り
博打打ちになれば日当が一両と、こういう話なのだ。分かったようで分からねえな。実はおめえの性根をおいらは買っているのだから、いくらでも稼がせたいと思っているとな。それこの土地には八丁縄手の徳さんという親分がある。一口に八丁徳さんという、もう一通り互角の勢いの親分は正殿の権太郎さん、これを一口に正言さんという。おいらも若え時バカしてヤクザの飯をちっと食った。そんなことで今も八丁徳さんと懇意なのだが、声を落として力を入れ、今度八丁徳さんと正言さんと出入りになった。もともと博打打ちの喧嘩だ、意地だ、男の面が立たねえといったところで、理屈に振り切れてみると何大したことはねえものさ。だが意地張りずくだから、坂を駆け出した車と同じこって、止めるに止まらねえというものさ。いや、こいつは時さんに言う講釈じゃなかったっけ。じゃあ八丁徳さんに腕を貸せ、日当は一両という話だったんでござんすか。八丁徳さんは後手に回り人数を集めたんだが、知っていてろくに集まらねえ。そのことからおいらが思いつき、一人いい人を助っ人に出すから、おいらに小遣いを一両くれろ。しかし一昼夜限りでその人は返してくれと言ったんだ。トキさん、まさかおめえが一両で雇われたんじゃ顔が潰れるからと思ってな。行こう、わしをやっておくんなさい。一両はまことにいいけれど、博打打ちの喧嘩に助っ人に行くのはね。そこだ、おいらもついフラフラっと一両を儲けさせたい一心で思いついて八丁徳さんに行ってしまったが、今になりゃ後悔だ。何しろドス竹槍でする喧嘩だ、命がけだからな。お父さん、下手して時さんが死にでもしてごらん。お絹さんも生きてはいまいよ。年芸もなく考えが至らなかった。時さん、この話は水に流しておくれ。そうはいかねえ、あっしゃ行こう。日一両結構だ、死んだら死んだで何とかしてくれるだろう。やめにしたらどうだな。なあに、行く、あっしゃ行く。命をかばうより一両が欲しい。安部さん、今のあっしの了見分かってくれやすか。わかるとも、時さん、おめえ男だ。ほんとだ。時次郎安兵衛に頭を下げ、じゃああっちの言うことを聞いておくんなさい。ええ、何も言うな、聞いてくれ、勝手にしてくれ。頼む、頼みだ、お頼み申す。何事かささやく、夫婦はそれに応じて答える。おろくは手を振って拒む。やがて承知する。じゃあどうかお願いいたします。この年になって初めて追い分けの三味線を弾くのかね。安兵衛こそこそと、糸道の空いてないばあさんが弾くってことは年代着物だな。仕方がない、刻限一杯はメイのところへでも行って油を売ってごまかそう。とんだやぶ入りだ。それで聞きにくいことでござんすが、その一件の金はどうなるので。金はまだもらってやしない。こうしよう、おめえさんを連れて行って親分に引き合わせ、おいらが一両もらって先へ帰り、おきぬさんに渡すとしよう。そうしてくださればお助かりでござんす。何分お願い申します。ちょいっとお絹さんに断って直に出かけますから。安兵衛の部屋を出てお絹の部屋へ。お絹さん、芸は身を助けるだね。俺の追い分けを在方から一晩聞いてきたって話だったよ。我ながら驚いたよ。だがありがてえ、
捨てられた気でいた世間にゃ、拾ってくれる人もあったんだ。おじさん、どこか行くのかい？おいらも一緒に行こうか？今日は行けねえ。今度の時に連れて行くぜ。時さん、お祝いを歌わせて一両くれるのですか？大枚一両をくれるとよ。こんないい口は他にはねえ。そうかね。見捨てられる気がして沈黙。じゃあ行ってきますわ。坊や、おっかちゃんの言うこと聞いておとなしくしているんだぜ。おいら行きてえな。なるほどなら私も行きたい。え？喧嘩の助っ人と知られたかと驚く。女は浅はかだ。いつ何時でも邪水がついて回る。ごめんなさい、堪忍してください。私たちゆえにあなたという人の自由が効かなくなったとそればかり気にしているものだから、在方へ呼ばれて稼ぎに行く矢先にもこれっきりでどこかへ行ってしまやしないかと。そいつは恨みだ、お絹さん。おいらがなんでおめえたち親子を見捨てるものか。時次郎は故郷の靴掛けを飛び出し親兄弟に不人情をしている男だが、これでもどこかに情愛だけは残っている人間なんだ。帰ってくるとも、帰ってくるとも、きっと俺は帰ってくる。安兵衛出かける支度をしている。おろく高座着と見せかける包みを作り、安兵衛に指図され廊下へ出る。お絹さん、お前の穴埋めに私が三味線式に雇われちゃったよ。お前さんの三味線があるといいんだが、質に入っていたっけね。それじゃあ目のところのを借りていくとしよう。安兵衛。時さん、出かけよう。一軒の刻限はお定まりだ。日が暮れてから明け方までだろう。すぐ後から出かけますでござんす。お絹さん、日当の金一両は確かにおいらが受け取って持ってくるよ。おろくと共に出て行く。お絹、時次郎の手を握り、すみませんけど、御所だから本当に帰ってきてください。お願い申します。おじさん、おいら寝ずに待ってら。時次郎太郎吉に、明日の昼までにきっと帰ってくる。おきぬ出て行く時次郎を障子のところまで来て見送る。きっと帰ってきておくんなさい。廊下へ顔を出して、ご賞です、お願いです。おじさん帰ってくるかな。お前もそんな気がするのかい。抱きしめて泣く。やがて苦しみ出す。あ、大変だ、おっかちゃん、おっかちゃん。廊下へ走り出して、おじさん、おじさん来ておくれ。時次郎を引っ返してくる。どうした、おっかちゃんどうかしたか。こちゃいけねえ。解放する。安兵衛おろくと共に引っ返す。どうした、おきねさんしっかりしなよ。おろく笑って、騒いじゃいけない、逆上させるといけないよ。安兵衛時次郎にささやき、解放にかかる。時次郎、ああそうか。産気づいたと知る。安兵衛廊下の奥に足音を聞きつけ、誰だ。バクと足ぐしらえ厳重に廊下をつま先歩きして、下級の場合失礼お許しを願います。八丁徳が申します。お話の助っ人の方に至急おいで願いたい。かようでござんす。安兵衛、すぐ参りやす。ごめんなして。去る。時次郎、出かけましょう。引き返しておろくに、頼みますぜ。おろく、男がいたって邪魔だ、いったいった。お絹を布団に座らせ、枕を力にさせる。太郎坊、
隣へ行ってオイラが行ったってな。あそこのおばさん引っ張ってきな。はいよ。太郎吉駆け去る。安兵衛、さあ行こう。こうなりゃ何より金が入りようだ。時次郎、ちげえねえ。おきんさん、安心して待ってなよ。明日の昼は赤ん坊の子守や俺がしてやるぜ。外に騒ぎが起こる。およ。安兵衛、死の暮れるのが待ちきれずもう始めたな。お、方々のうちで王道を下ろす音がする。時次郎、安兵衛の手をつかみ。間に合わねえと大番狂わせだ。安兵衛、表通りはもう行かれめえ。裏通りがいい。こっちだ、こっちだ。一郎、勝ってんだ。桜の木の下を抜けて安兵衛と共に走り出す。第一話読み切り。大詰め第二話。宿外れの喧嘩場。トマヤの藩、大野木の百、その他、将軍型のバクト数人が武装して休息している。バクト一。一定前提勝負はどうついたんだろうな。バクト二。そりゃ俺たちの方が勝ったのよ。バクト三。はっきりそう分かったのか。バクト二。分かりゃしねえが、そう決めとくのよ。バクト一。だが妙な野郎が出てきたんで、勝負のつくところを二度まであいつらの方が盛り返しやがった。八丁徳の方もとんだきついやつがいるな。バクトさん。あんな畜生にあっちゃかなわねえ。俺は危なく首が吹っ飛ぶところだった。バクトに。一体あいつはどこのやつだろう。大野木。みんなが目をつけてるあの野郎はね、信州靴掛けの時次郎ってやつさ。トマヤ。あの野郎に出会いてえものだ。下野で一度、ここで一度、今度こそ奴が切られるか俺が切られるかだ。大野木。磯目の鎌吉はあの野郎のために命を落としたんだからな。今度こそやっちまうぜ。トマヤ。皆さん見ていておくんなせ。運があって野郎に会えば必死の勝負をしてみせますわ。バクト一、竹槍を突きつけ。誰だ、名を言え。安兵衛、忍んで通り抜けんとして見つけらる。おいらだ。宿の安泊まりの亭主安兵衛だ。バクト三、酔いでもあることか、もう夜明け近いぞ。うさんくさいじじめ、八丁型の犬だろう。安兵衛、冗談言っちゃ困る。おいら酔いの口から宿へ帰ろうとしてるんだが、どっちへ行っても将軍さんのお身内が固めていて通らせねえので、あっちへ行きこっちへ行き、泥ぼっけになってくたびれてるんだ。もう夜明けか。天を仰ぎ。あるほど、空が知らんできた。バクトに。喧嘩が済むまで待ってろ。安兵衛。勘弁してくれ。そんなのんきな真似はしていられない。おいらは構わねえが、大事な届け物をことづかっているんだ。そんなことを言わねえで通らせてくれ。バクトさん。いけねえ。安兵衛。いでえな。吹けば飛ぶような親父の一人ぐれ通したっていいだろう。トマヤ。なんだ、通したっていいだろうと。おつに差しずがましく嫌がるな。たことと言ってみろ、首が飛ぶぞ。安兵衛。悪かったら詫びを言うよ。だから通しておくれ。バクト一。いけねえ。安兵衛。いけねえかえ。困った、トキさんに面目ねえな。大野木。なに、トキさんとは靴掛けのトキ次郎か。トマヤ。トキの野郎を知ってるのか。通してやるから野郎をここへ連れてこい。時次郎、皆の背後よりぬっと出る。八丁徳にもらった長脇差し、鉢巻き、たすき、わらじがけ。靴掛けの時次郎が親父さんに連れられてさあ来たぞ。親父さん通んなさい。安兵衛。はいよ。
おのぎ。高い、通さねえ。時次郎。約束が違うぞ、通せ。とまや。いやだい。やい時、忘れたか、俺だ。睦田の三蔵の家以来だな。時次郎。とまやの半太郎に、おのぎの百助か。とまや。勝負しろい。刀を抜く。義次郎。勝負がしたけりゃ一人で勝手にしていろ。こっちは急ぎだ。一人の爆刀を捕らえて、とまやに叩きつける。おのぎ。やろう。切ってかかる。時次郎、皆を相手に抜刀をせず相当し、とまやのほかはことごとく泥田へ投げ込み、蹴込む。この野郎。とまやを押さえつけ。おじさん、もう大丈夫だ。急いで行っておくんなせ。だがさっきの一両、なくしゃしねえでござんしょうね。安部。あるよ、確かだ。貧乏人の俺が預かったのだ。ちゃんと腹へ巻きつけてる。じゃあ行くよ。時次郎。頼みます。安部の猿を見送る。とまや跳ね返して切ってかかる。血だめだ、つるねえ。本当なら叩き切るんだが、今の俺は切らねえよ。その代わりこれだ。泥田の中へ投げ込む。泥田から這い上がろうとする大野木、そのほか、とまやのために再び落ち込む。バクと四五人駆けくる。身内の衆はいねえか。味方は総崩れだ。引き上げろ、逃げろ。駆け去る。時次郎、物陰に一時隠れる。出てきた時は、とまや大野木らの逃げた後。おお、夜が明けた。空が赤くなる。わあ、わあっと時の声が聞こえる。おお、八丁徳さんの方で勝ち時をあげてるな。こうなりゃ俺の日当だけのことは終わったんだ。ああ、気になりだした。行こう、行こう。大急ぎで行こう。まっしぐらに宿の方へ走る。第二話読み切り。大詰め第三話。元の安止まり。桜の花は咲き切ってもう散りかけている。お絹のいた部屋はがらんとして、わずかに工芸を備えた名残を見せている。靴掛け時次郎が太郎吉を連れて出立した後である。安兵衛、呆然として縁側に腰掛け。ばあさんや、もうだいぶん行ったろうな。おろく。ああ、宿を遠く離れちゃったろうよ。涙を拭く。バクト。ごめんください。お声をかけましたが、一向ご返事がねえので、失礼をわきまえず押して取りました。まっぺらはごめんくださいやし。安兵衛。はいはい、こりゃ八丁徳さんのところのお身内の衆。バクト。八丁徳がお目にかかるに参っております。安兵衛。そうでしたか、それはどうも。まあ汚えがこっち。バクト。へい、さよう申します。引き返す。八丁徳。安兵衛さんご夫婦、ごめんなさいよ。子分を三人連れて入ってくる。安兵衛。まあこっちへどうぞ。八丁徳。はい、失礼いたします。この頃中はいろいろありがとうございました。おめえさんが向けてくれた助っ人は靴掛け時次郎さんだという商売人だと後で聞いて、なるほどそうかと膝を叩きましたよ。あの人一人で切って回し、十人に一人の小勢で、出入りはどうやらこっちが勝ち目さ。今日はそのお礼を言い方々、時次郎さんに折り入って相談があって回りやした。おろく、時さんにですか。安部。後手だ、遅かった。もう時さんはここにはいませんよ。はようさ、もう宿外れから五六丁も行ったろう。八丁徳。そう
棟梁入っちまったか。欲しいこと。のう安兵衛さん、立つなら立つで一度俺に知らせてくれそうなものだった。恨むぜ。安兵衛、ごもっともです。昨日がお絹さんの書なのかで、今日はまだ一日いるようなことを昨夜言ってたが、急に出立するようになったのは親分もちっと悪かった。八丁徳、わしに悪いことがありましたか。安兵衛、昨日の法事に親分は博打打ちとしての付き合いでお絹さんの法事に死闘をよこしたでござんしょう。時さんはね、親分の命で言っちゃ悪いが、博打打ちに愛想をつかしてる人なんですよ。八丁徳、なるほど。自らはず。安兵衛、かわいそうなお絹さんも博打打ちはふるふる嫌だと言ってたっけな。お絹さんは亭主でも色でもねえ時さんの世話になって、産んだ赤ん坊と共に死んじまった。親分、お絹という人はね、夜明けまでは自分の気一つでもがきにもがいて生きていたな。あばあさん。おろく何も言えず泣いている。安兵衛、だけど時さんが喧嘩の場所から矢のように飛んで帰ってきた時は冷たくなっていたっけ。おろく、息を引き取る時まで時さんに会いたい、時さんは帰ってきてくれるかしらと言い続けていましたよ。八丁徳、無然として、わしらのお登勢は泣きを見たり見せたりだ。やがて子分に何か命ずる。子分は桜の木に登る。安兵衛、時さんもそんな風なことを言ってましたよ。太郎吉ってお絹さんの子を博打打ちに育てたくねえってね。おろく、遠州にあの子のおじさんがいるってからそこへ連れて行くのでしょう。安兵衛、そうして時さんはお百姓になるのだろう。博打打ちの親分になって贅沢するよりも、好きくわもって五穀を作るのが人間の本筋だって、ゆんべもつくづく言ってました。古文、桜の上で。親分、宿外れは手に取るようです。八丁徳、時さんの姿は見えねえか。古文、見えます、あれがそうでござんしょう。八丁徳、見えるか。安兵衛に、桜を荒らしてすまねえが許してください。遠くなった時さんの後ろ姿にせめて頭の一つも下げたいのでね。ごめんなさいよ。桜の木にかかる。第三波読み切り。第四波宿外れの路傍。骨箱を木の切り株の上に置き、丸腰の時次郎、宿を眺め追憶にふける。太郎吉は石を拾いて積み合掌す。太郎吉、うんちをとなうる栗木には罪状深き我々が作りし地獄も破られて、たちまち浄土となりぬべし。和さんを唱える。時次郎、おめえそんなこと誰に教わったんだ。え太郎吉、宿のおじいさんとおばあさんにだよ。こうすると死んだおっかちゃんがおいらの声を聞いて安心するんだとさ。はあ、おいらおっかちゃんに会いてえや。時次郎、もっともだ、俺も会いてえ。会ってしとこと日頃思ってたことが打ち明けてえが、未来永劫もうお絹さんには会えねえのだ。太郎吉、忍び寄る人の姿に。おじさん、あ、危ねえ。大野木、やろう。切りつけて一発される。三度目の正直だぞ。トマヤ、今度こそ間違いなく首にするんだ。
切り込む。時次郎。またか、うるせえやつめ。敵の刀を奪い戦う。太郎吉。ああ、来ちゃ嫌だ。死んじゃ嫌だ。泣き叫ぶ。時次郎をつまずき重なる敵二人を一度に刺し殺そうとする。太郎吉、時次郎の腕に食い下がる。おじさん、嫌だ、嫌だ。時次郎、話せ。太郎吉の頭をついになぜる。切ったところでどうなるものか。心配するな、坊や。それよ。刀を投げ返す。太郎吉、骨箱を抱え。おじさん、行こうよ。時次郎。おお、行こうね、坊や。深い馴染みの宿はあそこだ。太郎吉。おじいさん、おばあさん、さようなら。時次郎。幸せで長生きをしておくんなさい。二人に。てめえたち、命はたった一つ。大事に使え。な、な。歩く。トマヤは座ったままポカンと空を見上げる。大野木は太郎吉が作りし小石の墓に道端の草花を取って手向ける。幕。昭和三年六月作。長谷川新作靴掛け時次郎三幕十羽全文読み切り書室宗仁1928年昭和3年7月号より朗読全10回完了2019年11月5日